はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、今からね、ドンキーコングジュニアをね、やっていきたいと思いますね。よろしくお願いします。で、このゲームはね、あれですよ、マリオが敵なんですよね。唯一のね、マリオが敵っていう作品でね、ドンキーコングのね、子供が主人公でしてね、はい。マリオが敵なんですよ。ドンキーコングが囚われてるっていうね。で、子供が、ドンキーコングの子供が、そのドンキーコングを助け、親のね、ドンキーコングを助けに行く話でしてね、マリオがこう邪魔してくるっていうね。すごいですよね、ほんと、今考えたらね。マリオが 悪人だった時が、ね、悪い時代があったわけですから。ね、これは5面まであるんですよね、確かね。うん、5面が最後ですね。うん、5面まである。ね。はい、クリアですね。この辺ちょっと難しかった気がするな。そうそうね、ちょっとね、苦手だったんだよな、この面は。ちょっと俺ね、苦手意識があったよね。結構ね、厄介だったなぁ。あ、しまった！やっぱりな。使うの難しいよ、これね。なんかね、5面クリアできるかどうかも微妙な気がする。これ乗れないもんね、そのね。タイミングが難しいね、あれ乗るのね。おぉ、怖っ。あの、ちっちゃいやつに乗るのが、ね、乗るのが。え、来るしね、こうやってね。これ、あれに取り乗るのが難しいな。落ちてくるしかない、これがね。よし、いけた。で、降りるんやったっけ、これ。あれに。ここに降りるんやったね。うん、で、またここに乗るんやったね。で、ここに、あそこに捕まるんよね、確かね。そうそうそう。難しいなぁ。2面難しいよ。2面難しいと思う、俺。タイミングが難しいわ。危なっ。よし、いけた。あ、これな。あの、コナミワイワイワールドの研究所みたいな音ね。うん、同じ音やもんね。このワイワイワールドのね、シナモン博士の研究所と同じ曲ですよ。うん、あ、しもた！やっぱりね、ジュニアの方が難しいね、ドンキーコングより。倒した。ジョン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 。はい、クリア。これね、一回一回ね、クリアした音楽が変わるんですよね、ステージごとにね。ここがラス、あ、そうか、これ6、あれやわ。4面までや。ここが最終面ですね。最終面でね。あ、厳しい。おー、怖いな。あ、足もた。何やっとんねん。なんであれ、手を出したんや、俺。うわぁ、クリアできなかったやんか。うわ、情けない。もう一回やろう。クリアしないと気が済まないわ。さすがに一生ぐらいをクリアせんとな。やっぱ2面がちょっと鬼門やね。2面鬼門やね。わかんなぁ。昔こんな一生ぐらい余裕やったのにね。めっちゃ必死やんかね。おぉ、怖っ。
1勝ぐらい余裕だったよ。2勝3勝ぐらいできたよ、昔はね。下手になったな、ゲームが、ほんまに。これね、このまま乗れるんやけどね、あれ、うまくあれ、ジャンプ台使えばね。あかん、あ、危ない。あれ、あかんかと思った。無理かと思った。よし、ちょっと今つかめなかったから危なかったな。お、怖っ。よし、いけた。倍周ぐらいせんとね。この面もそんなむずくないんですけどね。なんでさっき死んだんやろな。はい、終わり。で、ここはね、最終面ですね。さっきクリアできなかったけど。はい、おお、ワニ来た、ワニ。おお、怖っ。今危なかったな。ワニというか、何か分からんけど、ワニっぽい敵やけど。ワニっぽい敵やね。はい、クリア。マリオをね、倒したという感じだね。これ2勝目ですね。あー、そうだ。何やっとんねん、おい。何やっとんねん、おい。1勝目、ノーミスでいったのに、もう死んでしもうたん、一気。はい、終わり。うん、今3面ね。3面じゃ2面かな。これね、こうやって乗れるんですよね。うまくタイミングあれすればね、うん。乗れるはずなんですけどね。まあでもこれね、キング、ドンキーコングジュニアのね、かわいいですよね。うん、かわいい、顔かわいい、顔というかね、捕まってる時の顔がかわいいですね。あ、怖っ。危なかったな、ちょっと。よし、行った。で、これはあれやな。まあ、これ2勝目ですね。まあ、2勝目ね。2勝目ね。もう危な。ちょっと今危なかった。ちょっと速くなってきてるね。さすがに敵が。怖っ。速いね。ちょっと。上のやつ速いな。だいぶ速い。よし、いけた。これ、やっぱこの面が一番難しいね。やっぱりね。一番難しい気がするね。3匹になってるやん、これカラスが。カラスみたいなやつ。カラスやね。多分カラスやね、これ。うわ、怖っ。あー、しまった。いいじゃん。
あと1個やったなぁ。あ、またこれ最初からがないやな。死んだら。そっか、途中からじゃないのか。3匹やもんな、厳しいやな。これ多分、だから、3勝目になると4匹とかになるんやろうね。多分ね。忍び足みたいな感じだよね。よし、いった。2勝目クリアね。あと最後の1機やからな、厳しいよね。これラスイチやもんね。多分ラスイチやと思うけど。おお、敵増えてるな、やっぱり。だいぶ増えてるな。うわ、こんなとこにいなかったもんね、全然ね。あのワニみたいなやつ。よし、いけた。まあ、飛べないな、なかなか、あそこ一発でね。落としてくるな、こいつな。おお、怖っ。怖っ。うわ、早い。めっちゃ早いなってる。ちょっと早かったな、あ、敵が。やっぱ難しくなるよね、それだけね。おお、なんとかね。ラスイチやな。これがラスイチやな。すげえ早くなってたな。さっきなぁ、めっちゃ早く感じたなぁ。ほら、早いよね。危ね。3周目の3面。うわ、敵めっちゃ多くなってる気がする。多くなってるよね、これ。めっちゃ早くなってるしね。多分このゲームも3周、4周目ぐらいが限界なんやろうね。多分ね、難易度的にはね。一番厳しいっていうか、もう、無理ないんだってことね。無理の速さになってくるね。うん、これね。ほら、もうめっちゃ速いもん、これ。うん。これはなぁ、何匹ぐらいなの ?4 匹ぐらいになるのかなぁ。あ、3匹か。あ、でも4匹なってるな。その数分ぐらい多くなるね。あの、鳥の数がね、数分と同じぐらい、そのね、1周目、2周目のその数分と同じぐらいの大きさになるってことやね。そのね、その、数の分ですね。うわ、降りるとき遅いな、これ。登るとき早いのに。うわ、怖っ。うお、ちょっと待って、これ。うお、怖っ。行ってた。3勝目クリアできた。4勝目。これ、だから4勝目か ?4 勝目やね。4
ョン種名なんだろうな。うわ、これちょっと動く子がちょっと危なかったね、今。これもラスイちゃうもんね、ほんとにね。ほんとどこまでいけるかって感じになってくるな。ほんとにね。この一気でね。どこまで進めるかやね。おお危ね今危なかった、すげえ。いけた。ここはね、クリアするの厳しいと思うな、もう。さすがにね。うおぉ。うおぉ。卵避けなくても、あれ、つかめたね、今。厳しくなってくるね。こんな早くなってくるとね。もういけた。3面ね。あ、倒した。はい、おお危ね、今の危なかったぞ、めっちゃ。死んだかと思ったけど。うわ、止まっとる、あいつは。うわぁ。無理やわ。はい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ゲームオーバーですよね。はい。これで終わりますんで、ご視聴ありがとうございました。一面クリアのタイムトライアルです。16秒でクリアしてるのが一番早い人です。16秒37でクリアしてる。あ、これあるやんか。ディスク版やん。ディスク版のドンキーコングジュニアですね。はい。じゃあやってみましょう。一面クリア16秒はすごいね。ちょっと待って、これちょっとこれいけないやん。これ運もありますね。あ、もう終わった。ダメや。ダメや、これ。はい。はい、これは運もありますよね、かなり。運の要素もかなりあると思います、これ。あー、あかん、ここで引っかかんねんなー。あ、ほらほら、引っかかるんですよ、これ。鬼門なんですよね。はい。30秒。はい。まあ、16秒だから半分ぐらい遅かったってことですね。で、もう一回やってみたいと思います。あ、これ、ゲーム B って書いてある。ゲーム B で競うんですね。ゲーム A じゃなくて、ゲーム B ですね。だから、こっちか。こっちでやらなきゃいけないんですよね。だから、こっちの方が難しいんですよね。はい。ゲーム B の方は、こう、敵が多いし、難しいから。ああ、しまった、やられた。ダメだ。これ16秒で行った人がいるとすごいね。やばい、これやばい。これはちょっときついな。敵多いんですよね、ゲーム B の方がね。やっぱりどうしても。やばい、これはダメだ。むずい。ゲーム B むずいわ。多分ゲーム A だったら簡単すぎて、B の方がいいってなったんでしょうね、番組でおそらくね。簡単すぎってこともないけど、難しいけど十分ね。ゲーム A でもこう時間競ってやるってなれば。今回まだいい方じゃないですか。わあ、でも敵多いな。あ、ダメだこれ。
ダメだこりゃ。B と A 全然違いますね、難易度が。むずいやん、めっちゃ。これ16秒でクリアしたってすげえな。最後のところでめっちゃ詰まるよね。敵多いから。で、ワニがね、なるべく少ない時に行った方がいいってことだよね。この時ぐらいに行った方がいいな、これで。あー、これ詰まるんよ、これ。ほらほらほら。でも行けた。はい。27秒です。はい。もう一回やってみましょう。ちょっと待った。はい。そうそう、あれで敵倒すのもね、時間ロスになるんですよね。ブルーンってなるのがね、時間かかるから、あれで時間かかってしまう時あるから。今回は、まだいい方じゃないですか。敵少ない時やし。よし。よし、行った。早いぞ、今回は。はい。24秒。599。はい。まあ、いいんじゃないですか、これぐらいで。一番早い人は、どれだ。16秒か。ああ、それと、まあ、ほどほど遠いけど、まあ、こんなもんでしときましょう。はい。そうですね。はい。次、これ。レスキューキック503。あ、これは、ドンキーコングかな？ドンキーコングジュニアですね。これはね。これドンキーコングジュニア、ドンジュニですね、これ。なんかこれ、なんなんやろ、これ。なんのあれかわからん、キャラクターになってるのかわからんやろって思ってる。はい、クリア。同じですね、全く。全く同じですよ。危ねえ。これね、ここに捕まるんですよね。よし、行った。これね、コナミワイワイワールドの研究所のね、何だっけ、このシナモン博士の研究所の 曲と同じですよね、これね、完全にね。はめ込むだけなんですよ、この面はね。これラストステージですけど。おっと、危ない。やばいやばい、危ね。危なかったね、今。はい、クリア。これで終わります。
はい、じゃあこれで7本全部終わりましたね。はい、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。はい、実況させてもらってますシロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、このね、ドンキーコングジュニアの算数遊びというね、ゲームをやっていきたいと思います。まあ、教育ゲームですね、これね、完全にね。教育のために作られたゲームということで、勉強ができるということでね、そういうゲームでございますけども、はい。今日は、僕ね、バカなんですよね。バカがね、このゲームやるとどうなるかっていうのでね、一回ちょっとね、試しにやってみたいなと思います。じゃあね、これなんやろうな、これ、エクセルサイズってな、あ、いや、はい。何これ、どういうこと、これ何、どうすんのこれ。セレクトって書いてあるけど、これ何やろ、これこれどういうこと。ああ、足し算ってことか。そういうことか。足し算でいいやんな、これ。8、9、10、11、12、13、14でいいんちゃうの。どうやって選ぶんやろな、この数字は。ん？どういうこと？どういうことや、これ。え？ちょっと待って。これで？え？どういうことこれ？え？これ、こうやってやるとクリアになっちゃうんですけど。え？どういうこと？意味がわからないな、これ。え？どういうことなんやろうな。ちょっと意味わかんない、これ。こっちやってみよう。これはどういうことや？プラス86。86を作れってこと？これ。86を作るの？これで。っていうことは、え？ちょっと待ってよ。え？ 86 を、あ、そうか、そういうことか。割る、足す、引く、かけるを使って、86になれようにするってことだよね、これ。これは、でも10とかないもんな。10とかがないから。まあ、足すにしてみようか。足すで、9足す、9、あれ、2つ取れないんや。9、2にしてみようか。あれ？あ、2が落ちたぞ。どういうことや。今足すにしてるから、9足す9。で、18やってね。あれ？取れないやん。どういうことやろ。いや、取れるやつ探そう。とにかく、取れるやつ。どれも取れないやん、数字。どれも取れないな。どういうことやろ。え？取れないぞ。どういうことやろ、これ。なんで取れないんやろ。9やろ。ちょっと待って。かけるにしてみようか、じゃあ。かけるにしてみようか、じゃあ。かける。あれ？あそこに置いたな、かけるを。どういうことや。あ、今63になったってことか。うん。なぜか63になったね、今ね。うん、あと20何歩ぐらい、うん、あ、今 6が点滅した。うん、いや、これはでも難しいっすよ。こんなんわかるんかな、小学生。今、多数になってるね。
足す 1?64。足す1で64。で、かける8にしたら、512。増えちゃったわけや。そういうことか。じゃあ、マイナスやね。マイナス5。507。これ難しいっすよ。86で済むの難しいよ、これ。すごい。僕、割り算はあんまりね、苦手なんですよ。割り算ちょっとね、使えないですよ。割る2って言ってみては。253。あ、減らすことはできたね。減らすことはできた。もう一回さらに割る6にするのか。42。あ、減りすぎたね、これ。今度はね。倍にするにはかけるでいいのか。かける9にしてみようか。じゃあ、増えるんか。そうか、そういうことか。378になるか。じゃあ、また割らないかね。割るとね、減らせるっていうのが分かるんですよね。割る4。94になった。あ、惜しいな。もうちょっとやね。あと3とか2とかやね。3とか2じゃんわ。あと、なんぼやろ。ちょっと計算できない。っていうことは、引くでいいのか。引く7ぐらいやねた。あー、87か。あと引く1やろ。あと引く1でいいんちゃうの。あ、やっとクリアした。なるほどね。難しい、これ、めっちゃ。26。26ってことは、26ってことは、これ、かける9にしてるのか ?9。9かける9?じゃあ、かける9で、もう一回かける6。54。ああ、増えすぎたね。これは、だから、これね、行き当たりばったりでやるしかないですよね、これね、とりあえずね。割る2で、2にすればいいよね。半分ぐらいになるってことやね。2いったら。27。で、これで、マイナス1にすればいいってことやね。ちょっと分かってきたぞ。ようやく。マイナス1。でいいと思うんですけどね。あ、クリアしたね。これ見えたら、この繰り返しやんね。数字が変わるだけやんね、これ、表題。なんていうのか。与えてくる問題が変わるだけで、やること同じやんね、結局ね。76か。76、まあ、かける、6ってやってみようか、まずじゃあ。かけるにすればね、あれなんですよね。数字が増やせる、たくさん増やせるってのがわかるんですよね。12か。12なんや。そうか。でも、もうちょっと増やさないかんから、9にしてみよう、これ。あ、増えすぎたね。まあでも108ぐらいやったらもうちょっと減らせばいいだけやから。割る。これ半分ぐらい減らせばいいのかな。割る2で。54。ああ、もうちょっとやな。もうちょっとやから。だからまあ、プラスをあと何回もやればいいか。プラス9にしてみよう。63やね。で、またプラス、まあ、8でもいいか。あ、68になった。これプラス、まあ7でも、いや4でも、まあそう72か。あと4やね。あと4やから、プラス4にしてばいいかな。はい、クリア。まあ、こういうことか。まあ、こういうことやね。これ、時間制限ないから楽でいいな。時間制限あったら難しいけどな、これ。77。ちょっと待って、一回 B でやってみるか。B はどうちゃうんやろ。ああ、そういうことか。もう引き算になってんのか。マイナス100やから、
251? ん?どういうこと?ちょっと待って。マイナス251にするってことはこれ。今100やから。っていうことはプラスにするってことか。っていうことやね、多分。プラスとか9とかにしてみるとどうなるかな ?9。91。あれ、もうちょっとやな。もうちょっとっていうか、あと100ぐらい増やさないかな。150ぐらい増やさないかんから、またプラス、まあ、かけるやね。かける2にしてみよう。182。あともうちょっとやな。で、プラス、プラス8。174。で、これ、足し算の方が簡単でいいな。プラスで一番でかい数字を繰り返したらいいわけやから。そういうことやね。165。プラス。あ、しまった。そうか、落ちたら死ぬんやね。これはもう普通にゲームとして死ぬってことやね、これはね。あ、しまった。やばいやばい。ね、プラス1やね、これ多分ね。プラス9、プラス9、156。あれ?減ってるやん。どういうこと?プラスにさ、減るってこと?これ。マイナス251やから、プラスにして、1、1で155。あ、そうか。ちょっと待って、どういうこと?これ。6、6にしてみようか。6。あ、取れないのか。これ引く、じゃあ引くにしたらどうなるのかな、これ引くにしたら。引くで7とかにしてみようか。162、あら、増えた。ちょっと待ってよ、これもうややこしいな。ややこしすぎるな、これ。引くで、これ。5。167。うわ、これ難しいわ。引き算ややこしいわ、これ。意味がわからんよ。引くで。これ、じゃあ、173増えた。そうか、マイナスは、だから増えるっていうふうに考えればいいってことやね。これ、逆で考えるってことか。だから、引くで、まあ、6とかにすれば、どんどん増えていくわけや。うん、そういうことやね。マイナスやから。逆に考えろってことやね。で、8にすると今度は。一番大きい数字で選んでいけばいいわけや。うん。でも、えらい果てしなくかかるな、これ。じゃ、かけるにして、かけるは増えるんちゃうの?うわぁ、これ、1309になってしまうだ。これは、じゃ、これはまあ減らさないかんから割り算ってことやね。だから、割る2か。あ、減ったね。割る3ぐらいにしてみようか。あ、やっと近い感じになった。で、これはまあまたマイナスを選べばいいと。マイナスを選んで少しずつ増やせばいいと。いうことやね。割る。では7にしよう。7。225。あともうちょっとやな。7。32。もう一回引く。引く。あ、よし。4でもいいや。36。これなんか果てしなく時間かかるね、このゲームね。あ、引く。9がある。一番でかい数字ね。あと、これでだいぶ減った、あれしたから。あと、これは6ってことか。引く6でいいんちゃうの、これで。で、やっとクリアちゃうの。引く6でクリアちゃうの。これ時間制限がないからいいね、まだ。これでいいやろ。やっとクリアしたよ、これ。120。まあ、こんな感じのゲームってことか。まあいいや、とりあえずこれで終わりにしましょう。うん。はい。ご視聴ありがとうございました。